こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。ステッパーケース続きです。ケース2、六角推理に入りました。ホースさんがね、ついに関係、事件に関係していることが分かりました。そこでノートリックくん考えてますね。今までホースさんは3人の中でも容疑から最も遠い人物だった。モコさんのクリーチャーが被害者を殺したことが明らかになってから、ホースさんは容疑から完全に外れた。そしてそのモコさんを移動させたのはベックさん。この犯行にホースさんが割り込む隙はない。しかしホースさんはさっき、事件と自身の関係性を認めた。それなら、今までの手がかりをすべて見直すんだ。理解できなかった疑問、行動、それをすべて探し出し、つなげるんだ。はい、ホースが地下で取った行動の手がかり、私は哺乳類だと思います。はい、次、陳述書。鍵をかけるのを忘れたんですよ。行われることを驚愕して、公にすることにしたんです。鍵がかかってない時に来ては、他の理由はありませんでいいのかな。はい、ちょっと待って、ここかな。4メートル以内、排水管、哺乳類館から入ってきて、ここなんだよな多分ね。で、排水管の方かな。で、ベックさんの陳述、いつの間にか移動していた。はい、ホースさん、ベックさんの指紋が最初についてドアに、で、ホースさんが来て、足跡が、あれ、これ中に入ってる足跡だよね。あれ、でも10時半に指紋がついて、11時に足跡が入ってきた。12時にホースさんが来た。ちょっとわからんな。リザモコさん、100キロ以上、隣にある休憩室。危険レベルは似ていますが、な上ですが、これかな。称号 !3 個どれだこれな気がするんだよな。あ、でもいつの間にか移動していたんですよ。ちょっとそうだと思うんだよな。誰かが私に濡れ衣を着せようと、こっちですか。あ、OK です。ということは、地下室にいたのに移動してたっていうのが問題で、憑依型動物操縦のこうかな。あ、外れたね。やっぱ哺乳類だよな。オッケーオッケー。じゃあ痕跡写真について、ホースさんが来て、足跡、エックさんの足跡が、なんか研究室に入ってるように見えるけど、どうなんだろうね。だけど指紋の時間とちょっと時間ずれてるんだよな。向きが逆だと考えてるんだけど、私。で、ここは違う。
排水管の話かな。いや研究室、これホースが地下で取った手がかり、行動の手がかり、排水管にしてみよう。よし、これでどうだ。4つ。もこちゃんが俺だと思うんだけど違うのか。クリーチャーも同じやり方で餌をやると聞いています。いやこれ違うんだけどね。あれ？あれ？さっきまで4じゃなかった？ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。3個だ。あれ？あ、4個だね。やっぱり危険レベルが私より上っていうのは多分人間もやれると思うんだよな。今当たってるのがこれとこれとこれと、最初から当たってったのがこれとこれとこれだったのか。じゃあ、新しく正解になったのはこれか。いやこれは違うんだな。人も他の動物として大して変わらないっていうことかな。で、四角形、四角形の方にする？じゃあ。はい。お、来たー！ OK でーす。はい。ひらめいた。はじめから根本的な部分で勘違いしていたんだ。僕たちが傲慢であるせいで、犯人は目の前にいたのにもかかわらず。一つ、気になる点がありました。一つ？それにしては気がかりな点が多そうでしたけど、いつまでそうやってふてぶてしい態度でいられるのか、やってやろうじゃないか。ホースさん、あなたのスキルとモコさんのスキルは触媒が違うだけでかなり似てますよね。それでもスキルの危険レベルはホースさんの方が一段階上です。STN、戦車くらいの危険性があると言っていましたよね。まあ厳密には違うスキルですからね。当然ですよ。もちろんお二方のスキルにはわずかの違いがあります。モコさんのスキルはどこかに移動するように簡単な命令しか出せないのに比べて、あなたのスキルは猿の口を借りて話すなど、精巧な動きまで操ることができましたよね。まるで乗り移ったみたいに。しかしそれだけではわかりませんでした。スキルの射程距離の面では、モコさんの方がスキルが圧倒的に優位だったからです。結局あなたが STN レベルになったのは触媒が大きい役割を果たしているんです。あなたは事件当時はしごを持ってここに来ましたね。そしてその上に乗っていました。スキルを使うためにターゲットは射程距離4メートル以内に入るように。待てノート、さっきも言ったが、ホースがここの天井からスキルを使っても1階までは届かない。届く必要がなかったのね。え、それはどういう？ええ、ホースさんは1階まで届く必要がなかったんです。ホースさんがスキルを使う対象は排水管の中にいましたから。
ちょっとノート、ノート、そこにいたのは。どういう意味ですか、ホース君。ホースさん、あなたはスキルで全ての哺乳類を操ることができます。全ての哺乳類、人も、哺乳類ですよね。あ、もう、すました顔でいられなくなったぞ。ブリアン、手錠。はい。あ、何するんだ、外せ。静かにして、そこから4メートル離れてちょうだい。でもこの状況で誰か操られる可能性あるぞ。その手錠は普通の手錠とは違う。私たちが望みさえすれば死ぬ可能性もある。あんただったのね、最初から最後まであんただった。勝手にしてください、俺は何も話しませんから。ボスさん、それは賢明な判断ではありませんよ。何ですか？少し前、あなたはテナに自分が事件と関係があると自白しました。それからノートがあなたが犯人だという仮説を聞かせました。その仮説はベックさんのとんでもない陳述とぴったり合いました。あなたがノートの仮説に反論できない場合、今この状況であなたより有力な容疑者はいません。あなたの武器である沈黙は今は役に立ちませんよ。くそ。一度あなたがしたことを整理しましょう。ふんふん。事件が起きる数分前、リサモコは自身が働く爬虫類館に、ナインベックは研究室にいました。ホースさん、あなたはベックさんにスキルを使って彼を操りました。そして彼を1階まで連れて行き、排水管の中に入れてしまいました。そして排水管の中でベックさんが射程距離から外れると、あなたはもう一度地下に降りていきました。あなたははしごを利用し、地下の天井にくっついて、再びスキルを使ってベックさんを操りましたね。この時、爬虫類館の食事時間になり、モコさんは第一救急室に移動しました。あなたは操っているベックさんのスキルを使ってモコさんの位置を第二休憩室に移動させました。気づいていなかったモコさんは、自身の左側の部屋が餌の倉庫だと思い、軍用クリーチャーをそちらに移動させました。そしてそこは被害者がいるところでした。ケンドリック・ホースさん、犯人はあなたです。ああ、惜しかったな。え、あ、うん、あ、惜しかったのは自分に対して。それはあとちょっとでやれたのになっていう、惜しかったな、だな。よかった。それじゃあ自白も聞きましたし、保護観察チームを呼びます。ええ、ご苦労ね。てな、あなたはベックを1階に連れて行って監視して。犯人じゃなくても拘束は確定だから、ホースと一緒にしておけないわ。うん、ふんふんふん。あ、そうだね。すみませんが、他の人を呼んでもらえませんか。あの方とはちょっと、まったく要求が多いわね。あ、それじゃあ僕が。いえ、私がするわ。ノートは体を使うのが苦手でしょ。え、レッドフィンズさん、無理しないで。代わりにテナをよく見ておいて。はい、わかりました。捕まる前に最後の晩餐みたいなのってないんですか？大丈夫か？ないので静かに座っていてください。近づこうとすれば撃ってもいいと言われたので。ああ、見張っておいてっていうのは、ホースさんに操られることを言ってる？
どうして殺したの？それか、あ、でも手錠つけてるから使おうとしたらもう死んじゃうのかな？さっきからなんだか生意気だな。被害者、どうして殺した？見ただろ。ここでクリーチャーにどんなことをしているのか。この施設は国と管理局とつながってる。俺がここの真実を明らかにしても、すぐにもみ消されるんだろ。それで俺が審判を下したんだ。バーンってね。社長にも、副社長にも審判を。まあ、そこまでは OK。OK。ところで、モコは？いい印象ではない方だけど、あの女も研究室について知っていたわけ？そうね。それから、あなたのせいで人を食べてしまったクリーチャーは？まあ、殺されちゃうよな。正義の鉄槌なら、自分の手で下しなさいよ。あなたは自分を守るために罪のないものまで利用した。あなたが守ろうとしたものまで。まったく、少しは悪いって思わないの？その子が求めたんだ。それに、モコ、あの女も分かったからって何か変わったと思うか？いや、あの女は絶対事実を知ったとしても知らない顔をしてここで働いただろう。世の中がどう回っていようが自分さえ良ければいい女だから。だが俺は違う。世の中には俺みたいに犠牲を出せる人間が必要なんだ。こいつ。そう、あんたは間違ってる。え？おい、ここの奴らは自分たちがやってることがクソみたいだってこと知らずにやってると思ってんの？テナさん。みんな同じ。みんなダメだって知りながらも、自分自身がもっと大事だから、大義名分がもっと大事だから。それぞれの理由を合理化させながら、知らないふり、違うふり、そうやって生きてるの。見る目がないな。あいつらと俺が同じに見えるって？そう、あんたはもう少し頭が足りないやつ。正直あんたがしたことにはある程度共感するところもあった。私もこのクソみたいな施設は嫌。だけど動物たちを守るのが使命だって言っておきながら、あんたが育てるクリーチャーを殺人の道具に利用したじゃない。何度言えばわかるんだ。その子が求めたんだ。人間の言葉で話すの？お願いだから一度だけ殺させてほしいとか？人間は他の動物と同じだと考えながら、自分が他の人間と同じだっていう考えはできないみたいね。求めた。求めたって？認めなさい。あんたは自分の怒りを抑えきれなくて、自分の信念から外れた行動をとった。話が通じないな。そんなことを言われてピーピー泣く間抜けもいるんだろうな。あはは、そうよ。今まであんたの信念について飽きるほど聞かされたから、次は私の信念について話すわ。私はね、前にあんたみたいな殺人者をたくさん殺した。おう、典型的だな。まあ、その時はそれが世の中をクリーンにして、罪のない人を救うことだと思っていたから。だけど、そうじゃなかった。殺人者だとしても変われるって後から分かった。それで罪を償った人たちには、新しい機会が必要なんだよね。だから、私は犯罪者たちの話を聞くことができるこの仕事を選んだ。だけど、その機会をまた違う人を殺すのに使うクソ野郎もいる。その機会をまた違う人を殺すのに使うクソ野郎。そんなのは殺した方がいいでしょ？
それで殺すのか？その銃で。いえ、もっといいものがあるの。あ、手錠のやつ。テナさん、チーム長を呼びますよ。勝手にしな。来る前に終わらせるから。一体どうしたんですか？なんだそれは。あんたの手錠のリモコン、この黄色いボタンを押せば高圧電流が出て、あんたの体をしっかり焼いてくれる。この野蛮な、行かれたのか。言いなさい、あんたがした殺人は単に腹いせだったって。返事に満足できたらこっちのボタンも押すかもしれない。電気か、それとも解放されるか、あんたの選択にかかっている。わかった、言えばいいんだろう。俺は、ちょっとやばいぞ。どっちを言っても、やばいぞ。くそ、言いなさい。言え。俺、うわー。気を失ったね。まあ結局こういうやつってことね。ちょっとやりすぎでしたよ。ごめんごめん、イライラしちゃって。本当に何かするんじゃないかって怖かったですよ。もうごめんってば、全部演技だよ、演技。もっと悪いけど、チーム長連れてきてくれる？何があったのか私から説明するから。わかりました。本当に払いす…あ、見張ってないとまずいぞ。テナさん。ん？何？僕の名前は？え、急に何言ってるの？ノートは当然ノートでしょ？僕の名前を言ってください。あ、ノートはニックネームなんだ。くそ、まだちゃんと自己紹介していませんでしたね。僕はノートリックケースと言います。覚えておいてください、ケンドリック・ホースさん。あ、やっぱそっか、そっか。やっぱ成り変わったか。気を失ったってそういうことか。結構うまく真似たと思ったんだけど、分かっちゃいました？話し方は似ていましたが、テナさんはチーム長をパニって読むんですよ。確かに。そうだ。この女、マジでイカれてやがる。この会話はステップを通じて、僕たちの同僚にも伝わっています。こちらに向かっているはずです。これ以上ことを大きくしないで、テナさんを戻してください。応援が来たらどうするんですか？この女は私の人質みたいなもの。こうやって手錠のリモコンも手にある。そのリモコンは僕も持っています。余計なことしないで。あ、そうなんですか？じゃあ死ね。ホースさん！ろくでもない！なんだ？銃弾もないのにあんなにカッコつけてたのか。し、結局口だけ達者な女だったんだな。銃弾入れてなかったのか。銃弾入れてないっていう話してたっけ、一番最初の時。生きているのか。足が震えて動かない。そうだ、ボタンが別にもあるんだったよな。何するんですか。何って、いつ死ぬかわからないのに、こんな手錠をずっとしていろって。緑色のボタンを押したんですか。それじゃ黄色いボタンを押して俺が焼かれてもいいと思っていたんですね。別。ん？どうしてあんたはそこに。ん？ちょっと待って。ちょっと待って。
どっちがどっちだっけ？黄色が電気で、黄色が電気で、うんうんうん、緑を押して手錠を外したわけですね。手錠が外れるボタンじゃなく、スキル無効化ボタンとかだったのかな。どうしてあんたがそこにスキルを解除していないのに、このクソみたいな手錠はどうして外れないんだ。ステッパー用手錠は、ボーイ以上の危険レベルを持ったステッパーが反抗する場合、迅速に処断するための手段だ。手錠のリモコンは全ての捜査官に支給され、このリモコンを通して捜査官は自身が危険にさらされる前にステッパーを制圧できる。リモコンの黄色いボタンは手錠から高圧電流を発生させ、一回使用すると、着用者を制圧できる程度の電流が流れるが、何度も押すとその度に電流が強くなる。しかしステッパーの中には電流から体を守るスキルを持つ者もいるため、2つ目のボタンがある。2つ目、緑色のボタンは神経毒。迅速に着用者の脳から制御機能を奪い、最後には命を奪う。うわあ、遠隔で手錠を解除する方法はない。なぜだ、俺は確実に緑色を。そこも嘘だったのか。ホースさん死んだ。事故死だね、ケンドリック・ホースは。まあ、そうだな。そうかな。電気か、解放されるか。テナさん、どうしてそういう風に言ったんですか。自分で押させようとしたんじゃない。怖い、テナちゃん怖いよ。嘘はつかなかった。嘘は。嘘はつかなかった。生からの解放みたいな、そういう感じですか。ノート、ノート。ウリアンさん、はいはい、疲れているところ悪いな。これは人任せにはできない書類でな。いえ、ブリアンさんの分は全部終わったのに。手伝ってくださってありがとうございます。感謝する必要はない、できるだけ役に立ちたい、そんなタイプだからな。はい、ブリアンさんはそんな人ですね。それにテナさんもそんな人です。おお、ここにいたか。課長、ノートリック捜査官、今回大活躍したって。ご苦労だった。ブリアン捜査官は排水管を這いずり回ったんだって。意外と気分が良さそうですね。テナのことでお怒りかと思いました。まあ今回は運が良かったよ。ウズはここ4年間実績が今一つな施設で、今回の事件のおかげでタイミングよく潰すことができたから。閉じるんですか？そうだ、ウッズで行われていた非人道的な研究、それが外部で明らかになれば、つながっている管理局までひっくるめられて非難を浴びただろう。しかしそれを管理局の捜査官たちが明らかにした。これで私たちは内部の危険を暴露したヒーローになったんだよ。おかげでヘルベネス捜査官の処罰も軽くなるだろう。実際に犯人が死んだのは誤解のせいだったんだし。本当に管理局はその研究について知らなかったんですか？
ケース捜査官も時々バカみたいな質問をするんだな。実際に知っていたかどうかは重要じゃないじゃないか。どうしてみんな課長のことが嫌いなのか分かった気がします。うふ、そうだ、私は何か悪いことでもしたかね。あえて一つ挙げるとすれば存在でしょうね。君はたまに正直すぎるところがあるな。課長、知っていたんだな。これからお肉どうなるんだろうな。またサボりですか。あ、バレちゃった。書類作業は面倒なのよね。そういうのはあなたの方が得意じゃない。 いえ、僕もサボりです。共犯がいてよかったです。課長にイラついて飛び出してきたんじゃなくて。あ、今僕の記憶を呼んだんですか。まさか、人は触れないもの。そうだった、それでベックさんが肩を触った時も。チーム長はそういう人だ。この事件、世間でかなりの波紋を広げると思うわ。クリーチャーへの認識を変えることになりそうね。もしかするとクリーチャーを食用に使うこと自体が禁じられるかも。クリーチャーの肉で生きながらえてきた人たちには一大事ね。ねえ、ベックさんは本当に人々のためにそんな研究をしたんでしょうか。その人の気持ちを私が知ることはできないけど、少なくとも全くの嘘ではないでしょうね。ベック本人は自分の信念で研究をしたと思っていると思う。お金のためにそんな残酷なことをしたって考えるよりは気持ちが楽だったろうから。自分だけの確固たる信念がある人は一般的な善悪の基準から外れた行動をとるわね。それが本気かそうじゃないか関係なくね。ベックもそうだったし、ホースもそうよ。それからテナさんもですよね。ノート、わかる？テナのあれは私たちが思う善悪とは全く別物なの。テナが自ら変わらない限り誰にも変えられない。やっぱりテナさんはもともとそういう人だったんですね。単に、ただ単に僕が知らなかっただけで。そうね、いっそずっと死ならなければあなたがテナを怖がるようなこともなかったでしょう。でも、はい？ん？テナさんを怖がってる？え、そうじゃないの？自慢ではないですけど、僕の地元は馬松にあって治安がいい方じゃないので、警察が犯罪者を撃って殺すことも時々あったんです。たまに事務所の探偵も手伝っていましたよ。それがいいことだとは思いませんが、そこまで抵抗感もありませんでした。それじゃあどうしてあんなに気持ちが沈んでいたの？それは…あー、また気になるところで終わるな、これ。ただいま。お、思ったより早かったな。パニとノートはいないみたい。あの二人、時々何も言わずに消えるんだから。あはは、運よく言及で済んだよ。今回は本当にクビになると思った。例え話じゃなくて本当に。戻ってきたんなら先にこれをやってくれ。どうしていつもに比べて書類がこんなにあるの？君のせいだろう。事故とはいえ、結局は君の狙いだろう。でも約束通り、あなたがいるところではしなかったでしょ。まあそうだが。もうどうしたの？私のせいで課長に怒られた？ごめんごめん、代わりに今週末おごるから。どう？そうじゃなくて。その話は前明日じゃない。何も考えずにしてるんじゃないんだからさ。これで死ぬって言うんなら死んだっていい。それであなたたちが無事でいられるなら。
また同僚を失うよりはマシだから。そうか、テナちゃん、そうなのね。テナ、ノートが驚いていた。うん、そうだね。あ、テナさん戻ってこられたんですね。あ、ノート。うん、もちろん戻ってきたよ。何何？会いたかった？うわぁ、めちゃくちゃ不自然じゃなかった？いえ、そうじゃないですけど、言いたいことがありまして。え、あ、言いたいことか。僕はいくら罪がある人でも、殺さない方がいいと思います。テナさんみたいに確固たる信念だとか、そういうのじゃないですが、ただ誰かの死に関与することは気が重いんです。それで今後また今日みたいな状況になったら、できる限りテナさんを抑えるつもりです。うん、そうだよね、普通は。だからテナさん、できるだけ邪魔されるのを予想して用意周到に動けば目標が達成できます。ん？今日は初めてだったので、次は僕も準備しておきますから、簡単にはいきませんよ。ノート、何言ってるの？あ、事前に言っておかないと後で喧嘩になるかもしれませんから、今へ言っておいた方が良さそうだなって。そうじゃなくて、ノート、あなたは殺さないんでしょ？まあそうですね。私が人を殺すの嫌とか、そういう、そうじゃないの？嫌というより好ましくはないです。でも、テナさんですから。え？今日ずっと考えていたんですが、1ヶ月も一緒に働いた割には、皆さんについて知らないことだらけです。テナさんについてだけじゃなくて、チーム長が人と接触できないことも、ブリアンさんが親切心と情熱がすごいことも知りませんでした。なんだかそれが気に食わなくて、それでどうしてそうなのか考えてみたんですが。僕が皆さんのことを好きだからみたいです。うん、嬉しいね、これね、言われたら。テナさんもブリジャンさんも、それに、まあ、それでもっと知りたいと思いました。そして僕のことももっと知ってほしいと。がっかりすることもあるかもしれないですし、皆さんが嫌になるかもしれませんが、ここを離れることはなさそうです。僕は今ここが気に入っているんです。それはかなり正直すぎるが、気分は悪くないな。あ、ちょっとちょっと、それじゃあさっきからずっと落ち込んでるように見えたのは。ええ、ずっと考え事をしていて。何それ、余計な心配させて。テナさん、10、やっぱり君は自重する必要があるな。何これ、本当に。それを許容できる人たちだからこそ、一緒にチームでやっていけてるんだろうね。ノート、違う、これはテナちゃんかな。ノート、君は私より変なやつだね。私のことを知って肯定も否定もしない人は君が初めてだから、何よりもありがとう。でもごめんなさい。私は君に死んでも言えないことがある。私の罪、私の裏切り、もし話したら私たちは今のようにはいられないでしょう。でも君ならいつか見つけてしまうでしょう。どうかその時の君が、まっすぐな信念を持って私に審判を下してくれますよう。また同僚を失いたくないって、ひょっとしてテナちゃんが同僚を殺した過去があるのかな。そして多分最後の章で誰かが死ぬんでしょう、ここの管理局で。ノート、ただ似ているだけかと思ったけど、そうでもないのかしら。やあ。あ、誰、あなた。久しぶりだな。あなた、どうしてここに。私も
殺しに来たの？なあ、気になる気になるけど、やり直してよかった。ペットショップエンドです。あー、気になる。事件の選択へって、分岐点に戻るっていうのはもう良くないエンドなんだね。中途半端エンドなんだな。はい、気になるところで終わった。うん、今回はテナちゃんのお話でしたね、メイン。次、ブリアンさんか。ケース3、魔法使いの部屋。神秘的な力を持った道具、ステップ。有名なステップコレクターが盾に切断された死体で発見される。ブリアンさんは、経過性痕跡視野1センチ未満。時間が経つほど痕跡の色が、減るわけだしですね。まあ確かに危険レベルは低めかも。はい、では次回からはこちらケース3やっていきます。まあ、この動画については、このゲームの動画については、一気にね、そのケース進めていきたいので、取りだめがブワッて溜まっちゃうところがあって、次プレイするのは1ヶ月後とかになって、いろいろ忘れるかもしれないんですけどね。いやー、ずっとモヤモヤし続けるだろうな、ずっと遊びたいだろうないやー、ケース2までとりあえずクリアです。ご視聴いただきありがとうございました。